デニス・バミューデスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州、ソーガティーズ出身。レモンジュース早のミギネス世界記録保持者。ロングアイランド MMA 所属。デニス・ベルムデスとも表記される。高校生の時にフリースタイルレスリングをはじめ、ブルームズバーグ大学時代は、オールアメリカンに選出された。知り合いの格闘家の紹介を受けて、 2009年6月から総合格闘技の練習を始め、同年11月にプロデビュー。2010年には、シャインファイツのライト級グランプリに出場し、1回戦で元 UFC ファイターのシャノング・ジャーティを下すも、準決勝でドリュー・フィケットに敗れ、キャリア8戦目で初黒星を起死した。2011年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン14に参加。 ジェイソン・メイヘム・ミラー率いるチームミラーに所属。フェザー級、トーナメント1回戦で、スティーブン・バースと対戦し、TKO 勝ち。準決勝でアキラコ・ラサニと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ちを収め決勝進出を果たした。2011年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター14フィナーレのフェザー級、トーナメント決勝で、ディエゴ・ブランダオンと対戦し、 腕ひしぎ十字固めで一本負け、ファイトオブザナイトを受賞した。2012年5月5日、UFC 本戦初出場となった UFC オン、ホックス3でパブロガーザと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年8月11日、UFC150 でトミー・ヘイデンと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち、サブミッション・オブザナイトを受賞した。 2013年2月23日、UFC157 で、マットグライスと対戦し、2から1の、判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2014年3月15日、UFC171 で、ジミーヘッテスと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年7月26日、 UFC On Fox12 でフェザー級ランキング7位のクレイグイガと対戦し、リアネーキドチョークで1本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年11月15日、UFC180 でフェザー級ランキング4位のリカルド・ラマスと対戦し、ギロチンチョークで1本負け。2015年7月11日、UFC189 でフェザー級ランキング11位の ジェレミー・スティーブンスと対戦し、パウンドで TK を負け。試合は、スティーブンスの体重超過により 67.8kg 契約で行われた。2016年2月21日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、カウボーイで、フェザー級ランキング12位の川尻達也と対戦し、判定勝利。2016年5月17日、1リットルの レモンジュース早飲みで22秒75を記録し、ギネス世界記録に認定された。2017年7月22日、UFC オンフォックス25でフェザー級ランキング12位のダレン・エルキンスと対戦し、1から2の判定負け。2019年1月19日、UFC ファイトナイト143でテドアーズと対戦し、判定勝ち。この試合直後に、 現役引退を表明した。ありがとうございます。